小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。小さいからって舐めないで。お会いできて嬉しいです。本の中の物語のように。ごきげんよう。あ、こっち。小さいからって舐めないで。ゲヘナ学園給食部のジュリ。ゲヘナ学園給食部のジュリ。私が。ゲヘナ学園風紀委員会所属の行政官アマンは。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。中の物語のように、私たちの物語が始まります。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。